通りは仕込んでおいた。あとはあんた次第だ。リリー、ゴー。 DD が来ました。ほら来い。連れて行ってやってくれ。やっと来たか。でっかくなったな、DD。なるほど、フラグだったのか。オセロットが仕込んだ DD。 なんてことでしょう。どんな活躍をしてくれるのか。 DD、 頼むぞ。頼むぞ、DD。やべえ、つうか録画してなかった。もしかしたら DT 最初入ってねえかも。あ、DT の装備が開発可能だって。なんだこれ。前回帰ってこいっていうのは。バディとしての D ロックの役割について説明しておこう。D ロックはその鼻で周囲の敵や捕虜を感知、マークすることができる。はいはい、敵拠点への潜入に役立つはずだ。なるほど。また地雷と薬効植物の匂いも覚えさせてある。使える。 D ロックが知らせたらマップを確認してみてくれ。 DD が使えるようになったから一回帰ってこいって言われたんだな。 Please specify a project. スニーキングナイフ、もちろん開発でしょ。中の D ドックスタン、え、コマンドやれにより敵兵士を気絶させることが可能だって。あ、殺害できんのこれ。すげえ。へえへえ。やれっつったらお前 D ホスなんかうんこさせられるんだぞ。かわいそうに。全然違うじゃねえか。いや、まあ今回も早速やってきますかね。サイドオプスってやってった方がいいのかな。まあ、わかんねえんだけど。まあいいだろう。よし、メインやろう。13、漆黒の下。よし。お、DD。バーディー。あー、これ D ホースか DD。どっちかな。なるほどね。あ、ちょっと。かっこよくなったけど、保護ゴーグル変だな。これ車がないとつらいな。つらいんじゃないですかこれ。結構どうなん。 DD はプレイヤーの潜入をサポートするタクティカルバディです。プレイヤーに追従し敵を感知するとマーカーを仮付けして注意を促すほか、薬効植物や地雷を探知するとマップにマーキングして教えてくれます。すげえ、使えそう。なんかあれだね、いつもと違う。情報班の情報だ。はい。ターゲットはアンゴラのムヒンダ油田、高架支店の上流にあたる。この一帯は流出した原油まみれ。うわ、ムネネ川を渡るパイプラインが破損し、汚染が川沿いに広がったんだ。ペトペトじゃん。うわ、ほら油。下流の村では飲み水もままならない。かわいそう。かわいそうっていうか死ぬよね。油で汚染されるのは辛いだろうな。シェア DD と8人もあるぜ。原油をパイプラインへ送っている。 DD ずっと見てくるじゃん。流出は止まる。クライアントは環境 NGO だ。環境 NGO? 原油を破壊、原油流出を止めてくれ。はあ、表向きは慈善活動だが引き受けた理由は他にある。なんすか。もともとムヒンダ油田は老朽化のため放棄されていた。ムヒンダだって。んから始まる。それを反政府勢力のウニータが占拠、強引に再稼働させたらしい。なるほどね。最近ウニータは急速に装備を近代化している。米軍の武器が横流しされてるって噂だ。おお、怪しいな。情報班の見立てではその仲介役はサイファーのフロント企業。フロント企業。ユニータの動向を追えばそのからくりが見えてくるかもしれん。なるほど。あ、なんかここはあれだな、
メタギア3を思い出すな。こっち来たことないんだろうな。さあ早くついてくれ。随分なところに戻してくれんじゃないか。ディディ来た。目取ってんの。もう嫌だな。サイファーのスカルフェイスへの手がかりをつかむ第一歩だ。えつが今回動くのめっちゃだるいじゃん。まずは油田施設へ向かってくれ。ここからマラヤマサを越えた北にある。よしよしだ。ウニーバが占拠中。油断するな。よし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 ができるぞ。よしよしこれで終わっちゃうぞ。乗れないの。よし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 。なんだ乗れないんだ。じゃ行くぞ。ディディ行くぞ。来てるちゃんと。いやこれどこに敵いるか分かんねえじゃん。俺たちが始めた戦争ビジネスは9年の間にいびつな成長を続けた。戦士たちは戦争の犬になり下がり、プライベートホースと呼ばれて世界中の紛争地帯へ派遣されている。どこにあるの。教えてくれ。仲間たちが大義も理由もなく世界中で命を落としている。ただ生きるために。特にこのアフリカでの PF の需要は大きい。PF 東西対立、資源収奪、民族対立、先進国の繁栄がこの地に影を落とし紛争の火種となっている。この地を覆う油まみれの湿地もその一つだ。エネミープレゼンスディテクティッド。マップ has been updated。どうにか。またトラブル起こしやがって。どこにいんの。テイクさん、カーション、レイン、アプローチ、エネミープレゼンスディテクティッド。The map has been updated。 あそこね。 DD に槍に行かせたらどうなんのこれ。これか、薬効植物。それはジギタリス。毒性があるが処方次第では薬にもなる。着きました。その村はウニータへ横流しされる物資の中継地になってる。ランチャー持ってね。武器や資源を蓄えているはずだ。奪えば役に立つだろう。汚れた品だ。遠慮するな。汚れた品。 The map has been updated。 あとは兵士少なくね。やれで行くのお前。やれやれ行け。 DD どうすんの。どうすんの DD。 行きました DD。お、どういった、どういった。あれ帰ってきた。ひょっとしてディディどうした。やったか。やったなディディ。あいつは。アナリシスコンプリート。エネミープレゼンスディテクティッド。ディディやれ。遠すぎるってこと。なんだよディディダメじゃないか。意外と仕事しないやつだな。じゃあ行くぞ。君がやらないなら。あれ気づかれた。ディディやれ。アタックアタック。雨か。この雨音なら多少の足音はごまかせるだろう。ディディ行った。行くかディディ。おい帰ってきたよお前。ディディやれ。ゴー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 。なるほど。ディディさん、君は案外使えないようですね。ディディやれやれ。君がやらないと撃つ羽目になるだろう。行った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 。強えディディ。
ディディやったぞ。DD がやりました。え、何やったのお前。DD 撃っちゃったよ、間違えた。危ねえ、DD ごめん。車線入ってきちゃダメだよ、DD。びっくりした。DD 撃っちゃったよ。そりゃ親密度下がるわ。最低だな。あ、武器の切り替えがやりにくいな。DD が敵を感知した。DD やれ、アタック DD アタック、強え DD、 DD 超強え、やれ DD アタック、 DD アタック、強え DD 超使える、やるじゃん DD、すげえじゃん。なんだよ、使えんじゃん DD。 よくやった、よくやった、いい子いい子してやる。あれ、よし、いいぞ、すげえぞ DD。 DD いいじゃん、いい仕事してるよ。敵を感知、聞こえますね。やべ、やべ、ディディやれ、なんだよこいつ、 RPG 撃ってきやがった。やばいやばい、ディディやれ、やれ、ディディ君に任せる。どこだ、だあんま当たんね、やべ、ディディやってる、ディディアタック、まずい、一時退避させる。え、ディディやられた、やべ、バディディパーティングエリアオブオペレーションズ、なんてことだ、なんだよこいつから聞こうと思ったのに聞けなかった。そう、どういった、出ていた、よし、制圧だ制圧。DD 大丈夫かな。いや、この皆殺しスタイルもそろそろやめないと。油田を破壊。あれ、これってひょっとして、あ、このコンテナを破壊すればいいの。DD もう戻ってこないのこれ。ダメじゃん。完全に戻ってこないじゃん。全然資源ねえし、マジでこの船なんだよ。スネークダッシュ、割とマジで何もねえぞ。なんだよ本当に何もねえじゃん。
マジか。あ？どこだ？コンテナ。コンテナ。これ？あ、これか。これか。それは資源コンテナだ。外装の帯の色で中身を区別しているようだな。どういうこと？いずれもダイヤモンドドッグズの運営に役立つはずだ。ほう。どうすりゃいいの？え、どうすりゃいいの？運営に役立つのは分かったんだけど、どうすりゃいいの？資源コンテナ、フルトンを開発することで回収可能になります。なんてことだ。フルトンダメ。フルトン、フルトン、これか。もう結構開発できるところまで行ってんでしょ。これか。補給要請。これでいけんじゃないか。フルトン来い。あとなんかもう一個あったね。そうか、フルトンをちゃんと開発しないといけなかったのに俺がサボってたわけか。何？結構サボか。貨物回収に。こっちじゃないといけないんじゃない？これ。1だとそんなに大きいのはいけないみたいな感じがしなくもないが、押していきますよ。来ました。来た。どうして入るんだスネークは。この開き方は何なの。あ、ダメじゃん。もうなんだよ、くっそ。いや、 D ホース来てくんねえとこれやってらんねえぞマジで。もう欠かしよう。え、もうここには用ない？ひょっとして。こ、マジか。遠い遠いよ。車ないの？車ないのはつらいべ、マジで。出ねえし、この辺建物全部ダメじゃん。これ本当に走っていくの？やだな。超絶だるいじゃん。バディ、あ、いたいたいた、車。素晴らしい。よし。ワームウッド、別名ニガヨモギだ。ファントムシガーの原料になる。ファントムシガー、いいぞ。車がありゃこっちのもん。村を抜けたな。はい、施設へ向かってくれ。川の上流だ。エクストラクションアバイブアップマトベース。受けちゃった。川の上流ディテクテッド。The map has been development project has been added。 あ、いますね。アナリシスコンプリート。この上流の遠回りしてはいけないじゃん。クラクションなんで。ヒンダイベンのオーナーはサンガール社。南アフリカの資源企業だ。サンガールはこの地で手当たり次第に油性を掘り続けてきた。 D ホースが使えるやつだったんだな。流出量が減ると施設を放棄。だが老朽化した施設からはその後も原油が漏れ続け、ひどい話だよね。ウニータの選挙は流出の原因は洞窟だと主張しているサンアールにとって好都合とも言える。あ、いずれにせよあまり素性のいい企業じゃない。そうだ、随分ダイナミックに森を抜けていくぜ。道なき道を。これが油田のパイプかな。電気にする。
大丈夫か。あの先か。そこも集落だったはずだ。やべ、完全に消失しているな。消失燃えちゃったの。消死体か。ここの住人だろう。消死体。これ。あれ。なんだよお前。向けろよそこは。そこは向けるようにしといてくれ。これか。消したい。ああ、意外と、それっぽく作ったんだ、ちゃんと。なんで焼けちゃったんだろう。ズボン履いたまんまだ。炭化している。何だ。何何今。何今のエフェクトはなんかあんの。油田火災の犠牲者か。ないよね。どの遺体も炭化がひどいな。そうだね。油田火災の犠牲者か。え、なんかあんのかなこれ。特にないよね。行っちゃうよ。もう何だったんだろう今のは。よし、いよいよ油田が漏れていると言われるところに。うわ、あ、すげえ人。でけえっす。見えてきたな。油田施設だ。原油の流出を止めるには送油ポンプを停止させ。ターゲットの油水分離タンクだ。おお、破壊してくれ。破壊してくれってお前。頼みますよ。こんなの破壊。あ、これあっちまで行かねえと辛いな。長すぎる。つうか4って泳げねえの。あ、5か。これでバレたらどうしようもねえ。まあ、いけるだろう。ここに人いないの。いるじゃん。交代交代交代。撃ってみるか。あいつは撃たないといけない気がする。あれ、あいつこっち見えてる。そんなことないよな。よし、いけるかな。行くぜ。よっしゃ。あれ警戒態勢入っちゃったかな。平気だよ。あ、なんか言ってやがる。警戒態勢入っちゃった。ていうかこっから行けんじゃねえの。登れそうじゃん。これミスったかな。走りながら銃交換できるようにしてほしいな。無理かね。結局行かないといけなかった。俺がやったことも無駄ではなかったな。アナリシスコンプリート。爆撃砲を撃っちゃおうぜ。どうかね。
対空レーダーを破壊。対空レーダーを破壊したか。ターゲットではないが、敵の対空監視網に穴が開いた。これでヘリが近づけ。拠点周辺の辺に打ち込んどきゃ壊れそうだけど。これは破壊できねえよ。殺せねえ。あ、死んだ。結構これで危険じゃね。なんか他にないの。まんべんなく撃っとくか。空襲だな。いや、やっぱり敵の兵器を使うのは気持ちがいいもんだ。あれ？え、いなくなった。制圧できてるわけじゃないの。じゃあまずは近い方から行っとく。あったあった、資源。速やかに殺せた。なんでそんなとこにいるの。どっから出てきたの。結構まだいる、ひょっとして。なんかレーダー出てない。レーザー出てたよね。俺には見えたさ。スナイパーがなんかいんのかな。まあ、いてもおかしくねえな。慎重に行こう、慎重に。こいつなんで死んでんだろう。あれ、人いまくりじゃん。なんだよこれ、いすぎでしょ。え、どっから撃ってんの。なんか撃たれたよね。どこどこ。やだなぁ、むやみやたらに撃たないでほしいわ。あれか、あれはどうやって破壊すりゃいいんだろう。難しくね。てかあっちどうやって行けんやろ。なんだよ、人いんじゃん。人もいるし、遠いし。死んだ。とどめになったよ。え、どこにいた？いました。ああ、いけた。すげえ。後ろにいたのかも。ああ、なんだよ、弾切れかよ。マジかよ。リロード、リロード。大丈夫か。危ないとこだった。あれ？こっちにもなんかあるな。そうだ、そもそもこっちを先に壊そうっていう話だったじゃん。どこにあんのこれは。登れねえの。やべ、いますね君たち。こまめにリロードしとこう。登ったから、あ、これか。あれ、入れなくね。大丈夫。どうやって入るの。着いたんだけど入れない。あれ、どうしたらいいんだろう。
あれ、つかめない。つかめた。OK。しゃべるな。PF の連中が使っている。うわぁ、なんてことだ。使えねえ、お前。さよなら。何を言ってるかを理解するには、アフリカンスの通訳スキルが必要だ。アフリカンス。こちらでも対策を考えておく。しばらくは通訳なしでしのいでくれ。マジかよ。つらいな。っていうかこれどうやって入んの？なんか登んの？登ってみる？え、だってついてるじゃん、これ。どうやって入んだよ。これか。ここに入れりゃいいんでしょ。これか、入れたっぽいな。よしよし。そういうポンプが制御室だな。緊急停止スイッチはその中だろう。これか。公開してやれ。あった。緊急停止してやったぞ。止まんねえじゃん。超死体じゃん。なんだあの死体は。え、何これ。卵みたい。エイリアンの卵みたい。そういうポンプの停止を確認。次は油水分離タンクだ。破壊してくれ。再稼働を阻止するんだ。大丈夫かなこの施設。見えない。怖っ。エイリアン生まれる前に逃げよう。車がない。いやー、謎に満ちているぜ。メタギア5、これ止めた方が良かったんじゃない。ダメか。つうか制圧できてねえの。できてそうだけどね。残るターゲットは油水分離タンクだ。破壊してくれ。わかりました。ベトリ、よっしゃ行くぜ。破壊できた。次、あれか、遠いな。敵がいるな。無線が飛び交っている。さあこれミサイル一発落としちゃえば終わりじゃないの。そんな感じするんですけど違いますか。スネークはどこでピッキング技術を覚えたんだろう。早いよ。さあ来ましたよ。そのタンクを壊すんだ。爆発系の武器を使え。 C4 はあるか。 C4 か。エトリ、 C4 を仕掛けたな。はい。起爆は距離を取ってからだ。巻き込まれるぞ。巻き込まれたくはない。いや、もう義手を完璧に使いこなしてんですね。そうだ。帰りますか。 DH D ホース来てくんねえかな。やべやべ、バレた。あぶね。ちょっと近かったね。ミスった。
え、まだいたの？お前鈍感すぎだろ。あれ結構いっぱいいたな。おい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 、なんだよこれ。マジで？だが今の爆発で敵の警戒が厳しくなっている。早急に離脱するんだ。やべえ、あんなのいっぱい来たら。やべえやべえ、来ちゃうよこれ。早急に離脱しよう。じゃん。あ、車があった、車が。お前だけだよ頼れるのは。よかった、ここに止めといて。過去の俺ありがとう。さよなら、さよなら、さよなら、さようなら。離脱しました。早く来てください、ヘリ。あぶねえ、どこだったの、マジ。なんやね、敵。ホットゾーン長くね？ディエイジが来たかと思ったら違えじゃん。グエグエ怒られるな、 NGO に。動物保護団体に依頼されてるのに引き殺してる。衝撃の事実。どっから来たんだっけ。この辺登っていったよ。マクロを走破してきたはずだ。やべやべやべ、敵兵なし、ミッションクリアだ。クリア。横転するとこだったわ。あぶねー。なんだなんだ、なんだと。四駆、あ、四駆を一台ゲットしたようだ。なんかめちゃめちゃ増えてた。めっちゃ増えたな。ガトリングガンって見えたぞ。D ドック殺しちゃったからな、悪いな。すまん、D ドック。ボス、油田のオーナーであるサン・アール社をもう一度洗ってみた。ええ。この会社。やはり真っ黒だ。でしょうね。TF を雇ったのはウニータではなくサン・アール自身。被害者面で油田を再稼働していたんだ。なるほどね。おまけにヨハネスブルグにある本社は雑居ビルの一室。実体がない。実体がない。3年前に投資ファンドが介入、合併や事業売却を繰り返すうちに形骸化したらしい。その投資ファンドも今は解散している。なるほど。完全なペーパーカンパニー。つまりこの暗闇の先にはサン・アールの名を借りた誰かがいる。あいつか。それにあの奇妙な死体。確かにあれ何やってたんだろうね。あそこで何をやっていたんだ。酸化させよう、孵化させようとしてたよね。Dウォーカーの装甲、武装か。いや、ようやくか。君のために専用のウォーカーギアを用意した。もう押せんだよ、もっと仕事しろよ。任務に対応した静音装甲と離れた場所からの呼び出しが可能なカスタム機だ。差し詰め D ウォーカーといったところかな。武装はサプレッサー付きの麻酔銃。麻酔銃の追加や本体の強化が必要なら端末から指示してくれ。いきなりしてくれよ。最強の状態で渡してくれよ。なんか普通に A ランクが志願してくるようになったな。それだけでかくなったということか。素晴らしい。そろそろでかくしないと文句言われるんじゃないの。またサイドオプスリスト、アップデート。ボス、ミッションリストを更新した。はいはい。ダイヤモンドドッグズへの新たな依頼だ。サイファーやスカルフェイスとは無関係なようだが、また通訳。アフリカンス語の通訳を獲得できるかもしれん。詳細は端末で確認してくれ。アフリカン語か。ヘリ、ヘリはどうだった？何が増えた？増えてねえな。Please specify a project. 何これ？
タスクアーム、ウォーカーギア用にカスタム。ん？ D ホースの装備は？あ、ちょっと強化できるようだ。あとは？さすがに D ドッカーまだないか。これ何？ D ウォーカー、あ、D ウォーカーもう使えるの？なるほどね。オートローダー、サブウェポンのリロード時間を短縮する。サポートヘッド。なんだこれは。麻酔ガンをカスタム。なかなか使えそうだな。D ウォーカー。武器は？大した武器増えてないな、これきっと。全然じゃん。あれ、なんかさっき結構ご機嫌なアイテムが開発可能になってなかったっけ？なってねえのか。そうか。メインミッション、次は。アフリカンス語、通訳を尾行し、拘束されているイギリス人、古釈？古伯？やめね。なんだよ、一番最初はサイドオプスだったのに、今度はメインオプスになってしまったのか。まあ、そういうことか。よし、ということで、じゃあ次回は早速通訳の、拉致を行っていきたいと思います。今回はここで一回終了します。じゃあお疲れでした。また。